お久しぶりです。元気にしていますが、生理がまだ来ない。12月24日ぐらいにちゃんと来たのだけは記録してあるんだけど、そっから来てなくて、結構来てないかもって思ってやばいって思い始めて、今さっき火曜日の3時15分に予約を取りました。ちょっと不安だわ。なんかもしかしたら崩壊の時半だけど間に合わないかもしれんって思ったりもするんだけど、生理が来てないことの方が怖くて重要かなって思っちゃってずらしちゃった。バイトを、単発のバイトを入れたり、でも足がガクガクになって帰ってきたりして、針灸に行ったり、もみほぐしに行ったりして、なんとか整えているんだけれども、あんまり無理してはいけんし、でも頑張りたいところは頑張りたいし、っていう感じ。ピアスを作ったやつをお母さんに送ったら、お母さんがいろんなお店に置いてくれたりとかしてて、少しずつ売れてたりするみたいで、やる気が上がっていて、またピアスをちょこちょこっち作ろうっちしてるところです。今日もまず10個作って、病院に受診が終わった後に蕎麦屋さん行って、その後にゆうパックライトで、ゆうパック、ゆうなんだっけ、ゆうパック、コンビニで買えるあの青いやつのライトの方で今日は送りました。ゆっぱくプラスが良かったんだけど、プラスが売り切れててライトにしました。ちゃんと頑張りたくて、あれあと1個なんか言おうとしたんだけど忘れちゃいました。頑張ってはいます。頑張ってるよ。あ、プールにも行ってきた。今日詰め込んでるわ。最近結構詰め込み気味かなって思ってるけど、元気は元気で、ただ生理が来ないのだけすごい落ち込んでるところはあるから、もう私生理来ない体になっちゃったのかなみたいな不安があったりはするけれども、まあぼちぼちちゃんと受診もしながら調子見ていこうかなって思ってます。それだけです。そしたらまたね。